はい、こんにちは。中学受験さくらのチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、偏差値65への算数、速さと比の問題やってみますね。ちょっとね、今日も、ラサールの問題です。じゃあ早速、やってみましょう。P 地点から Q 地点へ A 君と B 君が同じ時刻に出発し、それぞれ一定の速さで進みます。A 君が毎分70メートルの速さだと、B 君より3分遅れて到着し、A 君が毎分84メートルの速さだと、B 君より5分早く到着します。P 地点から Q 地点は四角メートルの距離がありますと。さあ、もう一回読みながらね、図にしていきましょう。さあ、P 地点から Q 地点まで A 君と B 君が P から Q に向けて出発すると。さあ、 A 君が70メートル毎分の速さ、分速70メートルだと B 君の方が先について、ね、A 君はその3分遅れて、Q に到着すると。ね、3分前はここぐらいに行って、で B 君到着です。で、3分後、A 君は Q に到着すると。で、そして A 君が毎分84メートルだと、の速さだと B 君より5分早く到着する。さあ、A 君は84メートル毎分、分速84メートルならば、B 君よりも5分早い。B 君を基準にして、分速70メートルで A 君が、歩いたら3分遅れて到着してここに。B 君は速さは変わらないで、A 君が84メートル毎分なら B 君より5分早く到着する。そうだとすると、 A 君とね、70メートル毎分の A 君と84メートル毎分の B 君、 A 君では、これ8分違うんだよね。同じ P から Q までを70メートル毎分の時にはと、84メートル毎分の時とで8分違うわけです。で、これ比にしてみますよ。速さの比は、ね、A 君の速さ、ね、70メートル毎分と84メートル毎分の速さの比は、70対84で、14で割りますから、5対、6ですよね。速さの比は5対6ですよ。ただね、同じ道のりをかかる時間の比は、これ逆比ですね。速さの比が5対6ならば、同じ道のりを進む時間の比は逆比、6対5になるわけです。遅い70メートル毎分が6かかって、早い84メートル毎分が5の時間で行けるんです。1だけこっちが早いんですよ。で、この1の差っていうのがこれ8分でしょ。1が8分。ってことは、丸6は86、48分。丸5は85、40分。つまり、A 君は、ね、6の時間かかる。こっちの A 君は5の時間がかかる。で、6っていうのは48分ですから、 A 君は48分かかってるんです。5ですから、こちらの A 君、84メートル毎分の A 君は40分で、到着する。で、8分の差。そうだとすると、何求めるかっていうと、 P 地点から Q 地点の道のりですから、ね、どっちで出してもいいです。
A 区は70メートル毎分で歩いていけば48分かかるということですから、70×48 と考えれば、7×56、7×7×2×3360、3600メートルですね、これ。下でやってもいいです。84メートル毎分だったら40分で行きますから、84×40 は、やっぱり、4×16、8×32、3360メートル。どちらにしても、P 地点から Q 地点までは、3360メートルの距離があるんだってことが分かるわけです。ね。速さの比が5対6だったら、同じ道のりにかかる時間は6対5で逆比なんだと。で、違いが8分だったら1が8分。で、6は48、5は40分だっていうことに出るんです。これが速さと比の、関係ですね。逆比の関係。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。で、今日はここまでにしましょう。